いよいよ受験も間近に迫ってきましたね。小論文対策は進んでいますか？小論文はどういう勉強をしてよいのかわからないと悩んでいるうちに時間だけが経ってしまったという人も結構多いと思います。そこでおすすめするのが応文社の傾向と対策小論文。小論文入試で狙われる主要テーマは、表現力をアップさせるベストの方法はなどなど、選び抜かれた最新の情報と効果的な学習方法を満載して小論文攻略法を伝授します。応文社の傾向と対策小論文で栄冠を勝ち取ってください。ではこれから国広の狙われる古文直前特攻をお送りいたします。皆さんこんにちは。1月の26日火曜日、国広の狙われる古文直前特攻です。センター試験をお受けになった国立国公立の志望者の方はセンター試験が、終わってほっとなさってると思います。センター試験が良かった人悪かった人いろいろだと思いますが、たとえうまくいかなかった人でも二次逆転ということはあるわけです。ですから決してがっかりして投げ出したりしないで、最後まで努力し二次をものすごいいい点を取ると、そういう意気込みでやっていただきたいと思います。私立の方はもうすぐ始まりますね。今まで勉強した総チェックを最後の1週間でいろいろと、抑えて備えていただきたいと思います。さあ今回は平家物語の文章なんです。それで、まずこの前言いましたように、問題が出たら必ず問題設問の形式を見ると。問1、空欄補充ですね。問2、これ嫌ですね、べしの意味です。これ結構難しいんです。べしの意味っていうのは狭い範囲で見ると推量にも取れれば当然にも取れるということはあるんですね。ですから傍線部の相当前後広い文脈を探らないといけませんよ。問3、これは誰から誰への敬語であるか、敬語法ですね。それから問4、主語の問題ですね。問5、誰が何につきどのように感ずるのか、読解問題ですね。問6、解釈問題ですね。ただし具体的にとありますから意訳するわけですね。まず設問を見ましょう。そしてできる問題はやっとく。問7は文学史の問題ですね。さあこれを一つ、こんなのはすぐやっちゃうことです。平家物語ですから軍記物語、そうすれば普通常識的にはその前の乱、方言あるいは保元物語、平治の乱を描いた平治物語、それからずっと後世になりますけれども建武の中興とか後醍醐天皇足利尊氏、その辺のことを描いた太平記、これを挙げるのが一般です。ただし源平盛衰記とか、あるいは義経のことを描いた義経記、それから曽我兄弟の仇討ちを描いた曽我物語、こういうものを入れても構いません。さあ以上のことをちょっと今問題を検討しました。そうして文章を読んでいくんです。それで特に空欄補充を注意しながら読んでいきます。入道小国舞にめでたまいて仏に心を移されけりと、横へちょっと書いてください。入道小国は平の清盛のこと、仏御前っていうんです。仏御前の舞に感心なさって、めでは、めずという動詞で、褒めるとか感心する、愛するの意味、これは感心なさって仏御前に心をお移しなさった、うつさまでが余談の未然形、礼が尊敬の連用形ですね。横に尊敬と書いておいてください。けり過去の終始、そこで仏御前は、これはされば、ここのさればはよく軍記物語に出てくるんですが、一体とかそもそもとか、こういうふうな意味なんです。
これは一体何事でございますのであるか。サブラウはありおりの丁寧体です。元来私は水産のもの、水産っていうのは押しかけてきたもの、自分から押しかけてきたものであって、一度は追い出され、はい、いださまでが動詞で、追い出されるですから、このれは受け身ですね。あなた様に追い出され申し上げましたのを、まいらせは謙譲の補助動詞の連用、さぶらいは丁寧の補助動詞の連用、しが過去の連体、擬用御前の、ね、申しようによって、これは取りなしてくれたんですね。お取りなしの申し出によって再び召し返されておりますのに、呼び返されておりましたのに、ここのれも召し返さまでが動詞で、呼び返される、だから受け身の連用ですね。このようにおそばに召し置かれたならば、擬用御前が思いなさるような心の内に対して恥ずかしゅうございます。この三郎はありおりの丁寧なんです。ございますという意味で丁寧語です。早く早く糸間を遠で、これは、ね、旅て、たぶ、遠ぶという言葉があります。カランの問題文中の重要語句ちょっと見てください。たぶです。これは普通の動詞だったら、あたふ、さずくの尊敬でお与えなさるという意味になるわけです。くださるとか、それから補助動詞として使われると尊敬の補助動詞になります。そうするとここは糸間を、ね、お与えくださっての意味ですね。それでこれは遠出と、出となってますが、ウオンビンになるために手が出になったわけであって、決して出は打ち消しの接続助詞ではありません。旅手なんです。お与えくださって、外に退出させてくださいませと申したところ、入道は、ね、全て、これは全く、その義、そのようなことはあってはならないと、マジは、ね、禁止の終止形です。ただし義用がいるのをお前は遠慮している何々、はい、この空欄はまだ入りません。もうちょっとやって入れましょう。そういうことであるならば、義用をいださめ、ここなんです。いださまでが余談の未然形、目が、はい、まあ丸目、むむめ丸、水量意志遠曲家庭の助動詞無の運の依然形になってます。目が、そうすると依然形で止めてるっていうことは、上にこそが入る、ロにはこそが入るわけです。こそ目でかかってますとおっしゃったのであったと。仏御前、それはまたどうしてそのようなことが、ね、あってよろしゅうございましょうかと。もろともに召し置かれん、擬用御前と一緒に召し置かれるような、ね、ことさえも情けのございますはずなのに、まして、はい、ここでこれがヒントなんです。前回もやりましたね、だにましての構文なんです。ましてがあると上の空欄にはだにが入る、したがって空欄派はだにです。擬用御前と一緒に召し置かれるようなことさえも心苦しくございますはずであるのに、ましてその擬用御前を外にお出しになって、私一人を、こういう文脈なんです。召し置かれたならば、はい、私一人を召し置かれたならば、擬用御前の心の内に対して、この内に対して恥ずかしゅうございましょうと。おのずから、これは多義語って言いまして、いろんな意味がありますが、ここはもし万一の意味なんです。おのずからも覚えてると思いますが、入詞品質の多義語って言いまして、意味が5つあります。ちょっと書いてくれますか。
1自然にとか自然と、2時にまれに、3たまたま偶然に、4突然に、5番目もしも万一。この場合は下に仮定条件未然形プラス場が来ることが多いです。ここもそうなんです。おのずから後まで忘れぬ恩ことならば、ここがならが断定の未然形で場が接続助詞ですから、下に仮定の形を伴ってるわけです。こういう場合はおのずからはもしも万一の意味です。ついでに言っときますが、平家物語におけるおのずからはほとんど大部分もしも万一なんです。こういうことを覚えておくと便利ですよ。もしも後々まで私のことを忘れないという恩ことであるならば、ね、たとえ、はい、友がありますから、たとえ、ね、再び呼び出されて参上するとしても、ね、今日だけはこの形なんです。今日だけはおいとまを、ね、今日だけはおいとまを頂戴しましょう、いただきましょうと申したのであったと、はい、ここはケルが連帯形です。そうしますと連帯形で止めてるとかかり結びなんですね。増難やーかときます。これもちょっと覚えてください。それだからやーかは疑問か反語です。ここに疑問か反語の意味はありませんね。そうすると増か難なんですよ。強めなんです。そうすると増にするかナムにするか、これを覚えておいてください。字の文中だったら増、会話文中だったらナム。これを一つ覚えてください、ね、字の文中、普通の文章中だったらゾ、ゾにしてもいい、何にしてもいいっていうふうな場合、下が連帯形に止まってて、そして強めの場合、ね、会話文中だったらナム。こう覚えておいてください。ここはゾが入ります。そうしますと、はい、ほはゾですね。それに対して入道は何でよ、これはどうして、そんなことが何と if がが続まった形です。そんなことはあってはならない、義王よとうとうはとくとくの穏便、早く早く退出せよと密会を三度まで重ねて、ね、お出し出されたのであったと。義王はもともと思い儲けたる道、儲けは用意する準備するなんです。だから心の内で用意し準備していたことだ、すなわちあらかじめ覚悟していたことだけれども、それでもやはりさすがに昨日今日とは思いもよらなかったと、こんなに早く来るとは思いもよらなかったと。しかし入道相国が急いで退出せよということをしきりにのたまる、ねね、しきりに、ね、おっしゃるので、間っていうのはのでとかからというふうに訳す、軍記物語によく出てきます。接続助詞扱いでいいんです、ね、吐きのごい塵を拾わせ、ね、掃除をし塵を拾わせ、せは私益の連用、見苦しいものなどは皆、ね、取りは窃盗後整理整頓して、したためて整理整頓して、いずべきにこそ、ね、出て、ね、行きたいという気持ちに心が定まったのであったと。べきはこれは意思でいいんでしょう。出て行こうという気持ちに心が定まったのであったと。大体の訳はこういう形になるわけです。さあそうしますと、まず問い1ですが、こういう場合5つ空欄があります。そうすると、ね、そのうちイロハイロハニホと5つ空欄ありますね。こういう場合最も分かりやすく入りやすいものから入れてって選択肢を絞ればいいわけです。そうすると今の解説しましたように、ロは下にメグっていう、ここは意思の依然形ですが、これがあります。したがって上にこそが入る、ロはこそ、それから、はい、
歯は舌にましてがありますから、ダにましての構文、ダにが入ります。はい、それからほはゾーケルでかかります。これは入るわけです。そしてそれで選択肢をずっと絞っていく。そうするとあとは意味上前後の意味を考えたりしながら入れていく。そうすると、意はただし義王がいるのをお前は遠慮するのかと、疑問の意味ですね。そうするとこれはかが入ればいいんです。それから2の方は、もしも万一後々まで私のことを忘れないという恩ことであるならば、呼び出されて再びたとえ参上するとしても今日だけはなんです。はい、すなわちこれは他と区別する副助詞強めて、今日だけは形助詞です。今日だけは、古典ではもは形助詞ですから、他と区別して今日のところだけはとなりますから、はい、ここははが入ります。はという強めの形助詞が入るわけです。こういうふうにして意味上で見ていくわけです。で、したがって、はい、問い1は、いは G、問いロは I、 ハは H、 はい、2は D、 はい、それからホは F、 これが正解になるわけですね。ね、このように空欄補充の場合、語法、基本語法とかそういうものをきちんと覚えていれば、その中のいくつかは簡単に入る場合があるわけですね。したがってそれで選択肢を消してって、残された一つ二つは意味上から判断していく、これが大切になります。問いに、べしの意味ですね。これは先ほども言いましたが案外難しいんです。どっちにでも取れるという場合があるわけですね。だから前後の文脈をよく見る、これを一つ注意してください。はい、いからいきますと、いは、ね、よろしいですか、問題文見てください。 1,2,3,6 行目、それはまたどうしてそのようなことがございましょうか。それでいかでが上に来てますから、それがどうしてと訳しますから、べきは水量の連帯です。水量がいいんです。次の行、心うございますはずなのに、これは当然、恥ずかしゅうございましょう、はい、これはやはり水量、歯は水量。それから急ぎ、ね、退出せよということ、命令、でいいんですね。いずべき、ね、出て行こうという気持ちに心が定まったのであったで、意思、意が A、ロが C、歯が A、にが D、ほが B と、これ非常に微妙な問題ですけれども、これ一つちょっと注意してください。前後の文脈をよく見て相当広い範囲から決定していくということです。問い3、 AC、D、E、I、J の中から敬語、尊敬語および謙譲語になってます。丁寧語はないわけです。そうすると E のサブロー、問題文の4行目サブロー、これは恥ずかしゅうございますね、ありおりの丁寧体ですから、丁寧語は聞いてないわけです。したがってこれは×でいいんです。いいは、いいは×でいいんです。はい、それから上のその前ので、召し返されて、呼び返される、受け身ですから、これ×、敬語じゃありません。それからはい、J、ちり拾わせ、これ刺激の連用ですね、これも敬語じゃありません。したがって D と E と J、 これは×でいいんです。さあ、それからあと、はい、A は尊敬の助動詞ですから尊敬語、1行目、はい、尊敬だったら主語に対する敬意になります。それでここは字の文ですから、はい、作者から、はい、主語は、ね、入道小国、はい、A は作者から入道小国への敬意になります。はい、C、
これは2行目、擬用語前の申しよう、はい、これ申すは謙譲語です。そうするとここは会話文中ですから、話し手は仏御前、仏御前から誰に申し上げるのか、申すという動作の及ぶ相手は誰か、謙譲語ですから入道小国ですね。したがって仏御前から入道小国への敬意になります。それから愛、まかりいでよ、まかりは謙譲語です、謙譲の動詞です。それでこれ話しては入道ですね。そうしますと擬用よ、早く早く退出せよ、退出です。すなわち自分のところから退出せよと、関わりのあるものは入道小国自身の屋敷から退出するわけですから、退出するわけですから、これはやはり自敬表現なんです。自分を高めている表現なんですね。こういったのを自分で自分を高める自敬敬語、入道小国から入道小国への敬意になります。さて敬語法、118ページの狙われる重要語法をチェック、これに書いておきました。その敬語法、誰から誰への敬語か、ここに書いてあるのが一般なんです。ただですね、その1ちょっと見てます。傍線の子が字の文中だったら作者から、会話文中だったら話してから、これが一般なんです。なお作者話しててではなく動作の主体からとする説もある、すなわち主語からとする説も一説としてはあるんです。それで今までこの一説は出たことなかったんです。実は92年、昨年の2月に出た立教の問題で、実はこれのこの動作の主体からとする、ね、敬語法が出題されてます。これ私の見た範囲では初めてだったんですが、ね、ですからそういうこともあるんだということ、作者から話してからとしないで動作の主体、いわゆる主語からの敬意とするという説もあるんだと、初めてですが、立教で取材されているのが初めてですが、そのこともちょっと念頭に置いておいてください。はい、問4は、はい、これ主語ですね、はい、これは、はい、B が仏御前、礼が受け身ですから、私があなた様に外に出される、はい、仏御前が主語、それから F はずっと見てってください。 FEF、旅って尊敬語だということ、したがって入道小国が主語、お与えくださってと、はい、それから、はい、G は飯置かれん、はい、礼が尊敬ですね、飯置きなさるようなこともだから入道小国、礼が尊敬の未然形です。それから H は賜らん、これは謙譲語ですね、いとまをいただきたい、だから誰が、私が、話しては仏御前、はい、仏御前でいいわけです、はい、それから問5は、破線部には誰が何につきどのように感ずるのかを記せと、誰が、はい、誰が何につき、はい、これは仏御前が、擬用御前が自分のことをどう思うだろうかと思うと気恥ずかしく感ずると、すなわち自分を一度は助けてくれた人を裏切る形になるわけですから、ね、仏御前が、擬用御前が自分のことをどう思うだろうかと思うと気恥ずかしく感じる、これでいいわけです。問い6、1、3を具体的に解釈せよ、これは具体的にということですね、はい、1、全てはいいんです、全てはいいんですが、決してとか全く、その義、これを具体的にする、これは仏御前を入道小国の屋敷から返すようなことを指しているわけですね。でそういうふうに具体的に置き換える。それでマジは禁止、それから思い設けたる道、はい、真受けが用意する、準備する、心の中で用意し準備すると言いますね。何をも書いといた方がいいんです。すなわち入道小国が他の女を愛して自分が屋敷から追い出されるようなこと、これを指しているわけですね、はね、金がね、覚悟していたことと、これでいいわけですね。この具体的に解釈せよっていうのはね、指示語は全部具体的に言い換える、
それから覚悟していた道、どういうことを覚悟していたのかまで書かないと具体的にはならないわけですね。はい、問い7は先ほど言いました、はい、これがいわゆる何て言いますか、国公立二次試験の典型的な問題なんです。いろんな事柄を含んでますね。それで総合的に古文の能力というものをね、見ようとしているわけです、ですがここでいろんな問題点ありました、ね、敬語法の問題、それから、ね、ぞでもいいなんていう場合に、ね、字の文中だったらぞ、会話文中だったらなむ、こういうちょっとした口頭文法ですね、はい、こういった問題、それからだにましての問題、いかでの問題、それからべしの意味、これは非常に難しいですから前後の文脈をよく考える、ね、例えば最初のところ、上にいかでとあるわけですね。そうするといかでは下に水量が来るとどうしてと訳す、それでここのいかではどうしてとしか訳せない、そうするとべきを水量にせざるを得ないんですよね。こういうふうに前後を非常によく見ながらね、決定していくと、こういうことが大切になってきます、さてこれが国題です、ですからこのような問題、いろんな観点からいろんな知識が問われてくる問題、こういう問題について、国公立二次の人はまだまだ1ヶ月ちょっとあるわけですね。ジタバタしないで、またがっかりしてる人も気を取り直して、もう一度3月以来の古文の基本語法とか重要語句とか、こういったものを丁寧に確認して基礎を固めとく、そしてこういう二次の入試問題に臨んでもらう、これが大切になってきます。なお私立文系の人も、私立の人ももうすぐ始まります、ね、最後まで諦めないで頑張って入試に向かっていってください。そして良い結果を待っています。ではまた、さようなら。英語で書かれた世界の名作が CD になりました。それが今話題の欧文社 CD 英語ライブラリーです。ハムレット、ロメオとジュリエット、足長おじさん、オーヘンリー短編集1、オーヘンリー短編集2の5巻がそれぞれテキスト付きで発売されています。英語の力をもっと伸ばしたいあなたに、欧文社 CD 英語ライブラリーをどうぞ。2600円です。明日は前川の英文解釈&解放エッセンスと辻の数学1直前特攻をお送りいたします。これで欧文社の大学受験